はい、どうも、サオでございます。今回はですね、総合値7万までの奇跡ということでね、僕が今までやってきたことをね、まあ、ある程度ね、まあ、憶測というか、覚えてないこともあるんですけど、ある程度ちょっと思い出して、フェーズにまとめてやるべきことをちょっとね、言っていきたいと思います。でですね、まあ、今回のね、撮影にあたって7万までになっておこうと思ったんですけど、若干足りなかったっていうね。素材が、ここの二つを上げれば7万になるんですけど、まあちょっとここは多めに見てください。はい。でですね、まあ、無課金でって言ったんですけど、僕は課金してますが、武器の状況がね、ちょっとね、ガチャゲンの武器が、この横二つっすね。横二つしかないので、まあ皆様とはそんなに、変わらないのかなと思って撮っております。でね、無課金のね、頑張っていけるボーダーが7万5千ぐらい。まあ多分8万ぐらいまでいけるんですけど、まあ7万5千ぐらいと言われているので、まあいけることはいけるんですね。まあ、こちらのね、A から進化させたこういう武器とかも SS にすれば、まあ、確実に7万はいくことはわかると思います。それではやっていきましょう。はい、ですね、今回ね、仕事の方でね、総合値の上げ方7万までの道のりっていうね、記事を書いてるので、まあ、そちらをね、参考に行っていきたいと思います。まあ、まずね、聞き飽きたことだとは思うんですが、すべてを平均的に上げてください。まあ、すべてというのは、こちらですね、装備。装備が、まあ、全部ね、少しでもね、レベル1とかのね、武器が入ってる人は、総合強化した方が総合値伸びますよっていう。一つにこだわってあげるよりは、ね、素材の効率が良いです。で、まあ、防具の方もそうなんですけど、あとはジョブですね。ジョブの方も平均的に強化します。共有という値はね、すべてのキャラに適用される数値なので、まあ、すべてのキャラを平均的に、まあ、できれば8ぐらいにね、育てるのがよろしいかと思います。いきます。ではですね、まず最初。5000から1万5000ぐらいの人がやるべきことは、ですね、まず SS 武器をね、ある程度強化する。まあ最初からレベル60は無理だと思うので、まあレベル30ぐらいまでね、上げて、で、メインのね、ジョブ。まあリセマラで引いているでしょう、ジョブを、僕の場合シンデレラを、まあレベル4ぐらいね、共有のね、物理攻撃と物理防御がね、100上がるところまで持っていきましょう。で、あとはですね、防具を集める。レベルはまだ上げなくていいです。防具をね、集めましょう。で、防具はどこで落ちるかというと、ストーリーの方でね、見ることができます。重いな。まあ、ストーリーの方で多分4章ぐらいで落ちるのかな。4章ぐらいじゃね。3章ぐらい。で、落ちると思うので、そうですね。3章あたりで落ちますね。で、まだストーリーが難しくないと思うので、この辺のね、装備を獲得していくっていうのがね、まず第一の課題。5000から1万5000ですね。で、今度は1万5000から2万5000に行った時にやることは、武器を平均的に強化していきましょう。ね、先ほどね、SS の武器をね、30レベルあたりに上げたと思うんですけど、それに合わせて他のね、S 武器や A 武器やらをね、30レベルぐらいまで持っていくってやると、まあ、進化使わなくてもね、2万台には乗りますね。で、その時点で入手しているジョブを今度4レベルに全て上げていくっていうのも、そのぐらいにやるべきことです。まあ、4ぐらいに上げればね、共有値がちょうどね、1、2、2個被るとこあるんで、まあ、例えばジョブが、最初どんぐらいあるのかな？ジョブが8個ぐらいあったとしたらね、8に16、16個分のね、共有の値を上げることができますので、まあ、4レベルを前後に強化するっていうのを、そこら辺でやっておきましょう。で、今度はね、防具をね、この辺で集め終わって、装備して、ちょこっと強化するね。うん。ちょっとだけでいいんで、まあ、例えばゲリラが20分あるので、10分防具を回ったりするっていうのも、
このぐらいでやっておくと、まあ、2万5000台には乗るかなって思います。で、この2万5000から4万のところでやるべきことは、デッキの半分をね、最大レベルにしてください。すべて今30レベルの状態で、まあ、左側がね、強い武器になると思うので、デッキのね、左側が強い武器になってくると思うので、左側の武器を、まあ、レベル最大ぐらいにする。ということで、ゲリラにはね、石を割りまくるっていうのは前提です。ガチャガチャガチャってやってると、割る分のね、石がなくなってしまうので、ゲリラには石を割りまくりました、この頃は。で、すべてのジョブをね、レベル6前後に上げておく。今度はね、共有値が、6だと、この辺ですね。今度魔法攻撃75、まあ、50とかなんですけど、配布のやつだと。まあ、これをね、上げておくと、まあ、4万ぐらい乗るかな。あとは、A の防具をね、作成ですね。防具を A にすると、まあ、2000近く上がるので、まあ、防具もかなり重要になってきます。この辺からだと。あともう一つ、ナイトメアを装備するだけでもいいので、この辺だと。ナイトメアはね、まあ、4万あれば多分5章はいけると思うので、この辺で落ちるナイトメア。こいつら落ちます。なので、装備枠分が埋まるようにぐらいには落としておくといいですね。まあ、こういう風に配布のやつ持ってる人いればこれでもいいですし、あとイベントのやつ100ポイント貯めればこいつももらえます。なので装備だけしておきましょう。まあ僕もね、これ今装備してるだけですね。まあ、現状ナイトメアの強化素材がないので、まあ、こんな感じになってます。まあ、とりあえずナイトメア装備するだけでも、ステータス上がるので、S のね、ナイトメアあたり、あとステータス高いやつもいるんだけど、A とかで。この辺多分 S のやつよりステータス高いのかな。っていうのをね、まあ、収集して装備しておきましょう。はい、次。まあ、4万あたりからね、まあ、SS 武器やらは進化してるとは思うんですけど、まあ、1個ぐらいね。で、S 武器をだいたい進化させていく。うん。これは、まあ、4万、2、3万台からやってもいいですね。S 武器を進化させて、デッキ内のね、すべての武器をレベル最大にしてください。あの、S 武器は、進化は、まあ、数個でいいので、この辺だと。まあ、数個しかできないと思うので、まあ、1、2個 S 武器を進化させて、SS 武器を作っておいて、デッキ内のね、すべてのレベルをね、最大にしてください。多分ね、この頃は A 武器もね、デッキに入ってると思うので、まあ、それは別に何も考えずに、レベル最大にしてください。で、その時にね、レベル最大にする武器っていうのは、A に進化する、SS に進化する武器を一応やっといた方がいいです。まあ、当然、後で使わなくなりますけれども、まあね、A 武器をね、まあ、SS になる武器を、SS になる武器をね、上の方にね、SS になる武器を、まあ、優先してね、育てましょう。A 武器をね、強化する作用。まあ、このね、SS になる武器かどうか、この進化のクローバーのとこの数でわかります。最初これ A の進化なので、今一回進化して S。で、もう一個ね、ブランクが空いてるので SS まで行くってことですね。まあ、この辺をね、優先的に強化していきましょう。あとはね、入手ジョブはね、この頃には全て6にはしておきたいですね。そしたら5万5000も超えるかなって思います。はい、続き。5万乗ってきたら、今度はね、ストーリーで手に入るジョブを全部取ってきてください。これがね、総合値上げにめっちゃ重要です。まあ、ストーリーで手に入るジョブはね、こういう風に顔のマークとかでね、あるんですよ。もう僕消えちゃってますけど、まあ、ジョブが手に入る場所は顔でわかります。この上のアイコンですね。ここは全部取ってきてください。で、あとはショップに、ね、赤ずきんのソーサラーがね、フレンドメダルのところにあります。あ、メダル交換所だね。フレンドメダルのところにね、本当はね、ここに、赤ずきんのね、ジョブがあるので、これも回収しちゃうと良いと思います。で、そのジョブをね、まあ、6ぐらいまで上げる。まあ、8ぐらいまで上げていいのかな、この頃には。で、レジェンド武器の作成にもね、力を入れ始める時期ですね。
まあ、レジェンド武器を作ると、まあ、一気にね、ステータスがバカンって上がります。まあ、リセマラでね、多く取ってる人はね、かなり有利になると思いますね。まあ、ステータス見るだけでも非常に上がる。これね、レジェンドをやっちゃえば1万バゴって上がりますからね、一気に。いろいろ他のやることもあると思うんですけど。まあ、これ装備するだけで今、1,2,3,4,5,000ぐらい上がってますね。バゴンって上がります。こいつ作ってしまえば。ですね。なので、レジェンド武器を作成し始める。まあ、かつ、まあ、装備がね、もう一個ね、手に入ります。まあ、このね、5万から6万いってしまえば、造編もいけるようになっていると思うので、ストーリーから、造編に行ってもらって、でここでまた装備が落ちます。司書の装備っていう方ね。このね、防具に関しての動画は下にね、つけておきます。ちょっと違いがあるんで、補助色とね、物理じゃない、補助色と、近接色はちょっと、つけるべき防具が違うんですが、まあ、サブ装備でも使いますので、って言ってる間にこういうね、アリスの2章8節とかね、まあ、タップしていただければ、わかるので、落ちるかどうかが。ここね。この装備をね、取って、サブに編成しておく。ですね。まだ育成はね、しなくていいと思います、サブはね。で、ここまでやってくるとね、6万5000とか6万台になってくると思いますので、今度は6万台から何をすべきか。もう僕最近ですね。すべてのジョブを、8やら10前後に上げておく。僕の場合今8ですね。8前後に上げておく。で、レジェンド武器は、2、3個作成する。まあね、ログインボーナスとか、スタートダッシュボーナスでね、1、2個 SS の武器があると思いますので、まあ、そちらをね、レジェンド武器にすると。レジェンド武器にするために必要なのが、この枷です。この右のね、輪っかみたいなやつが必要です。5個。まあ、これはかなり根気のある周回が必要になりますが、別に無理なことではないので、レジェンド武器をね、複数作成してしまうと、もう、またバコーンって上がっちゃいますね。で、まあ、その頃に、また進化がね、ここはもう進化を重ねて進化って感じなんですね。で、SS 武器をね、半分埋める。ページをね、デッキをね、ほとんどの、8、7割ぐらいを SS に埋めちゃいます、この頃には。なので進化素材が重要ですね。6万から7万台は。こんなことやってるうちに今度は防具がね、必要になってくるんですよ。で、防具もね、これ1日回ってましたね。防具ダンジョン。まあ、防具を S にすると。まあ、ここまで来てしまえば、まあ6万7千やら、まあ僕の6万9千、まあ、7万あたりまでは行くと思います。まあ、SS 武器多い人とかだったらね、純正の、ガチャから出る SS 武器多い人だったらね、まあ、それ育てちゃうだけでね、多分僕より上になっちゃうと思います。で、こっからはね、7万から7万5千、8万あたりのことを、これは未開の地なんですけど、まあ、ここからはまあガチャですよね。ガチャで引いた SS 武器を、レジェンドに変えていくっていう作業。かつね、ジョブの限界突破も用いまして、すべてのジョブをね、マックスにする。ですね。まあ、できる限りのことをしていくっていうフェーズですからね。で、今度次にできることは、サブ装備もレベルを上げていくと。ここはまだ入ってね。まあね、サブ装備もレベルを上げていくと。まあね、一応 SS からね、上げるとは思います。で、サブ装備っていうのは 10% が反映されますね。ステータス値のみだけ。これの場合は、まあ、物工300として、まあ、30反映されているって感じですね。まあ、だから最後に回してます、サブ武器は、説明の時には。まあね、一応この全て一貫する観念は、やっぱり効率ですね。サブ装備をね、先に装備、強化してても意味ないので、最初は平均的に上げていく。で、平均的に上げていくって中で一つだけ外れることがあるんですけど、まあ、現在、ナイトメアのね、素材、強化素材がないって言いましたね。
これは落ちるナイトメアでレベルを上げていくしかないので、まあ、後回しにしてます。だから7万5千乗り始めた人はもうね、ナイトメアをね、ドロップさせて強化していかないといけないという過酷な戦いも始まりますね。で、あとはもう一つね、ガチャで武器の限界突破をして、レベル最大値を上げ、また強化していくっていうのが必要になってきます。まあ、ここまでが、7万までの道のりっていう感じです。まあ、本当に何度も言うより、最初から進化もね、強化も全部平均的に行っていけば、まあ、勝手になっていくかなって思います。で、まあ、今皆さんは5万前後ですかね。5万前後からやっぱり進化ダンジョン回らないと総合値は伸びません。総合値伸びませんって言ってる人は大体進化をしてないです。なので進化をガンガンしてってください。これは本当に周回するしかないです。もう自動的に進化するものなどないので、どんどん進化素材を回ってください。毎日。今日は水の日だから、じゃあ2つ進化させようみたいな感じでいいので、そういう感じでやってください。まあね、結局こっからはガチャになってくるかなって思ってしまうこともあるんですけど、まあ、今後ね、スノーホワイトとかまた来るので、まあ、そこで僕は強化を図ろうと思ってます。まあ、なので、ここまでは無課金の方でもできる方法として提示させていただきます。もう強化する S 武器、SS に進化できる S 武器なくなっちまったぜって時に、まあ、頃合いを見てこのね、A の武器を S に変えた状態でございます。なので、まあ、SS 武器を進化させ、合間を縫って、でレジェンド武器を作り、S 進化できるのがなくなったら A 武器をね強化するっていうのでいいと思います。はい。まあ、非常にねちょっとね簡略化した説明だったので分かりにくいかもしれませんが、まあ、強化に強化を重ねろっていうね、まあ、ただそれだけのことです。はい、今回はこれで終わろうかな。はい、ご視聴ありがとうございました。